今日はですね、フランソワーズ・サガンの悲しみをこんにちはっていう、この本を久しぶりに読んだので、この本のあらすじというか、本の成り立ちみたいな、そういうようなことを紹介したいと思います。このフランソワーズ・サガンの悲しみをこんにちは、私中学1年とかですね、小学6年ということはないと思うんですけれども、中学1年とか中学2年とかに読んだ記憶はあるんですけれども、内容はですね全く覚えてなくて、今読んでみると、その内容を簡単に言うとですね、17歳のフランス人の女の子のひと夏の思い出みたいな、なんかそんな感じですね。もっと具体的にあらすじを言うと、主人公がセシルっていう17歳の女の子なんですけれども、このセシルがですね、お父さんと一緒に、別荘みたいなところに夏に保養に行ってると。そしてそこにはですね、お父さんの愛人であるエルザっていう、女の人も一緒にいるんですけれども、このお父さんというのが42歳ですかね。そして主人公のセシルっていう女の子が17歳で、愛人のエルザっていうのが29歳だったと思うんですけれども、そういうような関係で3人で、保養所に行っているっていう、そういうことだったんですけれども、この主人公セシルのお父さんというのは、結構こうお金持ちで、イケメンでですね、いろんな女の子に手を出して、そして今はエルザという、南米系の女の子と、付き合ってるみたいな、そんな感じだったんですけれども、ここにですね、死んだ母親の、主人公セシルの死んだ母親の友達であるアンヌっていう、女性がですね訪ねてくるんですよね。このアンヌっていう女性、42歳ぐらい、主人公のお父さんと同じぐらいの年頃なんですけれども、美人でですね、パリジェンヌみたいな、洗練されたパリジェンヌみたいな、そんな感じで、お父さんは久しぶりにこのかつての妻の友達のアンヌに会って、一目惚れみたいな、恋に落ちるみたいな、そんなことになって、すぐですね、アンヌと結婚するみたいな、そういうようなこう流れになるんですよね。そして、愛人であったエルザは、自分から身を引いてですね、このアンヌとその主人公セシルのお父さんが、付き合うみたいな、結婚前提に付き合うっていう、そういうようなことになるんですけれども、これにですね、主人公の17歳の女の子セシルは、ちょっと気に入らないと。今まで自由勝手にやってたのに、この生粋のパリジェンヌみたいな、かなり女性としてですね、インテリジェンスの高い、美しい女性にお父さんがメロメロで、これはちょっと私気に入らないなっていう、そういうようなことで、そのセシル、主人公の女の子の彼氏とですね、かつての愛人のエルザっていう、この2人をたきつけてですね、このお父さんと、婚約者のアンヌとの仲を裂こうという、そういうふうなこう、企みを行うんですよね。どういうふうにするかっていうと、主人公の彼氏とですね、このエルザが付き合ってるっていう、愛し合ってるみたいな、そういうふうな設定をお父さんに見せつけるように、そういうふうにこう2人に仕向けるんですよね。そうするとお父さんは何かこうもやもやしてきてですね、自分のエルザを人に取られたみたいな、あんな若造に取られた、悔しいみたいな、そういうようなことになって、エルザに対するこう欲望がお父さんの中にこうだんだん高まってきて、そしてですね、一回ぐらいやらせてくれてもいいんじゃないかっていう、一回、できればですね、そういうふうなムラムラした炎っていうのも収まって、アンヌと平和に結婚できるんじゃないかみたいな、そういうふうなスケベ親父みたいな、そういうようなことを考えてしまって、エルザと相引きをしたところをアンヌに見つかってしまうっていう、そういうようなことになって、アンヌとお父さんは別れて、主人公のセシルにとってはめでたしめでたしっていう、そういうようなことになったんですけれども、めでたしめでたしっていうふうなことになったと思ったんですけれども、主人公の17歳の女の子にとっては寂しい結末が待っていて、そして悲しみをこんにちはっていう、そういうふうなこう話になるんですよね。すなわち、17歳の女の子のひと夏の思い出みたいな、そういうようなことで、
まあ、大人の世界に入っていてですね、大人たちをコントロールしてお父さんと、その婚約者との間を割くみたいな、そういうような話であって、まあ、はっきり言ってしまうとですね、もう私のような50を過ぎた親父が読むような本でもなくて、さらにですね、かつての私の13歳の少年であった私がですね、読むような本でもなかったっていう、そういうようなことになりますね。このですね、悲しみをこんにちはっていうのは、昭和29年発表なんですけれども、このですね、新潮文庫、私の子供の頃からこの悲しみをこんにちはってあったんで、最初の出版はいつなのかと思って見てみるとですね、新潮文庫が昭和30年6月だっていうことで、昭和29年発表なのに、もう昭和30年には文庫化されているっていう、そういうふうなことで、まあ、なぜこのように急速に文庫化されて、そして、昭和30年当時、フランソワーズ・サガンブームみたいな、なんかそういうようなことがあったと思われるんですけれども、なぜそういうふうなブームがあったのかっていうとですね、まあ、昭和30年というと、まだ日本は、復興しきれてないという、そういうような状況にもかかわらず、フランスっていうのは、何かこう、おしゃれでですね、何かもう復興しちゃってるんじゃないのっていう、そして、この悲しみをこんにちはを取り巻く人々っていうのは、上流階級みたいな、中産階級の上みたいな、そういうふうな人たちが、夏ですね、別荘に行って、ああでもない、こうでもないと、恋の話をするっていう、そういうふうなことが、当時の日本人に受けたのかなっていうふうに私は思ったりしますね。そしてこのフランソワーズ・サガン、こうやけに文章がうまいですよね。女の子でですね、文章がやたらうまいっていう、そういうような女の子いたりするんですけれども、このサガンっていうのはその類の女の子ですね。このサガンがですね、悲しみをこんにちはを書いたのが18歳っていう、そういうようなことなんで、文章の才能に恵まれたですね、女の子が書いた小説が、こう時代の雰囲気にマッチして、復興途上の日本という、そういうようなところに、かなり後半に受け入れられたという、そういうような結果として現在もですね、文庫として、これが残っているという、そういうようなことに思いますね。18歳の少女が書いたですね、17歳の少女のひと夏の思い出っていう、そういうことなんで、基本的に、私のようなおじさんには何の関係もないような本なんですけれども、若いっていうのはですね、素晴らしいことで、特にですね、若くてお金持ちで美しい女性が何か語ると、そこには何か意味があるのではないかっていう、そういうふうにこう、男たちはですね、考えてしまうんですよね。例えばですね、こういうふうなセリフがあったりするんですよね。ある一定の年になると、もう魅力もなくなり、俗に言う元気もなくなってしまうのよ。そして男たちはもう飲むこともできないけれども、まだ女のことを考えているの。ただ女たちにお金を払わなければならないようになり、孤独から逃れるために多くのつまらない妥協にも甘んじなければならなくなるのよ。長老され不幸なの。そしてその時になるとセンチメンタルになり気難しくなってしまうの。私、残骸のようになった男を何人も見てきたわ。そういうふうに、パリジェンヌであるアンヌっていう、そういうような女性がですね、今年をとって、かつてはイケメンでですね、女の子をこうブイブイ言わしたような男がですね、年を取るとこういうふうに、かわいそうになるっていう、そういうようなことを洒落た言葉で語っているんですけれども、何かですね、こういう美しい女性がですね、語ると、何か意味があるような、価値があるような、そういうふうに思って、男なんかはですね、思ってしまうんですけれども、よくよく読んでみるとですね、大したことは言ってないっていう、男がですね、年を取ってくると、女の子にですね、モテなくなると、お金を出さなければモテなくなるみたいな、そういうようなことで、私の妹もですね、私、妹がいるんですけれども、私の妹もですね、30とか、40とかになったときに、男がですね、若い女の子の方がいいなんていうふうに言うんで、女だってね、若い男の方がいいのよみたいな、そういうようなことを、これは岡山弁で、若い男の方がいいんじゃみたいな、そういうようなことを言ってたんですけれども、当然、女性
もそうなんですけれども男性もですね、年を取ってくると女性にですねなかなか相手にされなくなるみたいな、そういうようなことがあって、相手にされるためにはですね、お金を出さなければいけないっていう、そういうようなことを、まあ、パリジェンヌが言うと何かこう価値があるような意味があるような深遠なことを言ってるような気がして、そしてこの本が売れていくっていう、そういうようなこう構造がですね、まあ、かつてあったのかなっていうふうに、そしてそのパリジェンヌが語るですね、そのパリジェンヌを取り巻く環境はですね、日本からは想像もできないような、まあ、こう上流階級的な、夏になったらこう南の方にバカンスに行って、そして、まあ、お手伝いさんみたいな人がですね、いろんなことをやってくれて、そして上流階級同士で、何かいろいろな、こじゃれたことを話すっていう、そういうふうなことに、かつての日本人は憧れたのかなっていうふうに私は思ったりしますね。そして、50を過ぎた私にとってはですね、まあ、あまり読むような本ではなかったなっていう、そういうふうに、思ったりしますね。今日はですね、フランソワーズ・サガンの悲しみをこんにちはっていうのを久しぶりに読んだので、まあ、その感想っていうのを話させていただきました。今日の動画は以上になります。